それでは、4野党の書記局長、幹事長の提起の協議を終わりまして、で冒頭はもうオンで皆さんも入ってお聞きになっていると思いますが、熊本で起こった地震について、これは人命第一ということで、救援に全力を挙げようと、でここはもう党派を超えて力を合わせなきゃいけない部分もあるし、政府にも、届かないいろんな情報を野党として、把握できる情報もあるだろうから、そういったことも提供して、犠牲者も出ておりますし、余震も続いておりますので、力を合わせて対処していこうということをまずそれぞれ出し合いまして、そういう方向を確認いたしました。でその上で、北海道5区の補欠選挙について、非常にこう各野党が力を発揮する形で、現地では気持ちのいい共闘関係ができて、で安保法制廃止、あるいは TPP と争点も極めて明確になっている選挙で、情勢もいろんな情勢分析の結果も非常に猛追というか、いい状況が生まれつつあるという認識のもとに、必ずこの選挙、各野党が力を出し合って協力をして、勝ち抜こうではないかということを、それぞれこもごも決意を述べている経過であります。でその後ですが、今日はもう北海道5区の補欠選挙の対応ということに話題は集中しまして、そのことを議論いたしました。で、結論から言うと、やはり自民党が今やっているのは野合民共合作というですね、古めかしい、全くもうなんていうか説得力のない攻撃をしているわけですけれども、これに対して一番のその説得力のある反論というのは、各野党が本当に力を合わせて戦っていると、でしかもそれが、安保法制廃止、TPP 阻止というしっかりした大義のもとに力を合わせているという姿をはっきりと示すことが一番の反論になるんじゃないかということも議論になりまして、ぜひ各野党の幹部が並んで街頭に立って訴えるというようなこともね、やろうではないかという方向で調整をするということになりました。ね、ぜひこれ実らせたい。明日は、女性議員が、各野党の女性議員が並んで訴えますが、一定の時間かかると思って、来週の、後半ぐらいになるかと思いますが、そういう場をね、ぜひ、作ろうではないかということで、各党調整するということになっております。でそれ以外の話題は、もうとにかくもう5区の補欠選挙に勝つと、今はそれに全力を集中すると、で勝利をすればまたさまざまな諸課題も新しい局面が生まれてくるのではないかということで、非常に友好的に和気あいあいと、私も初めて出た会ですけども、非常にいい雰囲気で終わりました。私の方から以上であります。各野党の党首が幹部級が外交に立って一緒にやろうというのは、これはどちらの党から提案があったんでしょうか。私も提案しました。で、全体して、そうだねということでですね、民進党は揃ってやるの慎重な姿勢だったらしいんですけども、その点枝野さんの方からは何か、いや、そういうことの意味もあるということはおっしゃっていました。意味というのは、要するに先ほど言ったように、やっぱり枝野さんの言葉で言うと、やっぱり一番こうはっきりするのは、その民共合作に対して堂々と力を合わせてやってる姿を見せるのが一番効果的かもしれないんですね、ということは枝野さんもおっしゃっていました。全体としてそういう雰囲気だったんで、誰がということではなく、全体としてやっぱりそういうふうにしようではないかという方向になりました。幹部ということですが、なるべく党首ということ、そういった幹部と。僕の方針中心ということなんですが、継続課題であったら共通政策の変更かもしれません。してないです。そういった課題も含めて、やっぱり選挙に、とにかく5区の補欠選挙を勝って、その後の課題ということだと思います。そうですね、小選挙区の選挙区。そうです。幹事長級の夜の会合でですね、
合区決裁について協議しようという場を持つとおっしゃったんですけども、今日はその今日の連携協議会がそれに当たるということで、その先日っていつなんですか？2週間前だと思うんですけども、山下出席局長の方だと思いますけど、その時に今日の会合はこれは定例の連携協議会なので、またね、じゃあ合区については選挙戦術などについて話し合う場を設けるという、いや、そういうこととの関係は僕、私はちょっとよく分かりませんが、そういう合意があったのかしら、聞いてないですよね。まあ、それがそういう扱いになるのかしら。先週の木曜日、あ、はいはいはい、先週の木曜日、先週の木曜日、あ、はいはいはい、あれですよ、あ、はいはい、まあ、そういった流れの中で開かれた会議で。で、今日の連携協議会でそのことを議論したっていう、そういう流れだと思います。なんかこれとは別に会議やるってことはないですから。他どうでしょうか。よろしいでしょうか。はい。法案の関係なんですけど、TPP の承認案なんですけれども、まあ、党としては反対として打ち出されてますけど、政府与党の方では小幅延長してでも通そうという案も浮上しているようですが、こうした政府 の、まあ、姿勢についてどういうふうに受け止められるんですか。今からそういうことを言い出すということは、もうほとんど破綻しているということじゃないですか。で、大体これはもう入り口のところで、秘密協定だと外交交渉だから出せないというのは、これ、国会決議は、情報をしっかり国民に伝えるということが前提だということになっているわけで、結局、この TPP 協定は自民党も賛成した国会決議の要件を満たしていないということになるわけで、もう延長どころか、もう撤回をするということしかないというふうに思っています。はい、大体審議がまともに始まってもいないときに延長を言い出すというのは、大体もう破綻しているということだと私は思います。どうしようか。いいですか。はい、じゃあ終わります。